あの店ならおすすめじゃ。あと2回手入れすれば尻尾の毛も滑らかになるじゃろう。こんな綺麗な尻尾が生えておるんじゃ、大事にせねばならぬ。そうじゃろ。そんなことには興味がない。遠慮させてもらう。口ではそう言っておっても耳が立っておるぞ。何時の尻尾は専門的な手入れを受けておらぬようじゃが、毛並みは悪くない。つまり何時が自ら手入れをしている証拠じゃ。丸くうずくまり、柔らかな尻尾を抱きしめながら夢の世界に入るのが癖になっているようじゃの。なぜそのことを。ふざけるな。俺は渡墨島の大将だ。そんなことをするわけがない。何、そう恥ずかしがることはない。モフモフした尻尾を抱きしめながら寝たいという気持ちはわらわにも理解できる。本当か。いや違う、またお前に流されるところだった。よく考えてみれば、俺はどうしてお前と尻尾の話なんかしているんだ。どうしてって、何時がモフモフした尻尾を持っておるからじゃ。可愛いと思うぞ。どうにかしてこの状況を打開しなければ。お前は？よかった。頼む、助けてくれ。おや、これはこれは、わらわの一番お気に入りのわっぱではないか。まさかここで会うとはの。今尻尾の話をしていたところじゃ。五郎の尻尾は綺麗じゃろう。触ってみたいと思わぬか。おい、なんでお前まで。これで五郎も分かったじゃろう。自分の尻尾がどれほど魅力的かを。失礼いたします。宮司様、頼まれていました例の件ですが、滞りなく完了いたしました。今回はある大物画家に依頼しましたので、完成品にご満足いただけるかと。ふむ、後で見に行こう。問題がなければ店の前に置くことにする。さて、冗談はここまでじゃ。せっかく鳴神島に来たんじゃ、ここの変化をとくと見ていくとよい。何時らが鳴神島で楽しく過ごせることを願っておるぞ。あいつ、去り際になんだか変な目つけで俺のことを見てたよな。まさか何か企んでいるのか。はあ、お前には恥ずかしいところを見せた。今日俺が八重堂を訪ねたのは、三五宮様のための本を買うためだったんだ。渡墨島が幕府と平和条約を結んで以来、互いの関係はより親密なものとなった。そこで俺も幕府が統治する地がどんな場所なのか見てみたいと思ったんだ。なのにまさかここであの女に会うとは。何度か話したことがあるんだが、未だになれない。俺はああいった人が苦手なんだ。背が高く変わった話し方をする。それに彼女からは妙な圧も感じるしな。戦場で会うならまだしも、普段の生活であったらどう接していいのかわからん。これも俺の弱点の一つなのかもしれないな。いいのか？それは助かる。実を言うと、ずっと不安だったんだ。あんな風に狼狽する俺の姿を兵士たちが見たら、がっかりしてしまうんじゃないかと。だから彼らのためにも、俺は変わらねばならない。弱点を克服した後、八重巫女にもう一度挑みに行こう。ところで、お前には何かいい方法があるのか？なるほど。お前がその役を演じてくれれば、繰り返し何度でも訓練ができる。そして、その訓練を乗り越えた時、今後似たような状況に陥っても立
対応できるはずだ。いい方法だな。ではまず何から始める？ああ、確か渡辺島にいる時にも似たような経験をした。あの時部下と歩いていたら商人に出会ったんだ。いろいろと勧められるがまま商品を買ってしまってな。やってみる価値はあるな。確か離島という島があったはずだ。あそこに行ってみよう。そこは外国の商人が集まる場所だと聞いた。より雰囲気を近づけることができるかもしれない。ここが離島か。錆びれているように見えるが平和なようだ。町には天領奉行の役人もあまりいないし、実にいい場所だな。では始めるとしよう。人の心を操る女商人の役を頼む。実は最近、寝る時の毛布が不足していると兵士たちがよく口にしているのを耳にするんだ。毛布を10枚くれないだろうか。ああ、わかった。払おう。手頃な値段だ。値切りする必要はないんじゃないか？それもあまり高くないと思うが、高いのか？すまない。軍需品の準備はいつも三五宮様が担当していたんだ。だから、その値段にも詳しくなくてな。何がどうおかしいのかわからないんだ。このままじゃダメだな。俺が値切らなければ、お前が協力してくれているこの状況も意味をなさない。だが、どうしたらいいんだ？俺が興味を持つものか？なら、ケーキ、でもいいだろうか。高っ！ケーキの値段くらいは俺も知ってるぞ！待った！よくよく考えてみると、10万もらもするケーキだ。きっとそんじょそこらのケーキよりもうまいんじゃないか。ここ最近の貯蓄で足りるはずだが、まさか10万もらもするケーキなどないのか。残念だ。どうやら商人との交渉を真似るにはこの辺の知識が俺たちに足りていないようだ。俺たちがよく見かけるようなやつで他に誰か真似できる人物はいないか？ファディか？それなら野外に行く必要があるな。早速試してみよう。ファディには会ったことあるが、俺よりも背の高い奴らばかりだった。俺も毎日欠かさず訓練に励んでいるが、奴らみたいな屈強な筋肉はつきそうにない。あと数年訓練を続ければつくのだろうか。本当か？ありがとう。だがやはり部下の兵士たちよりもたくましくならなくてはな。皆から寄せられる信頼はこの体格と関係がないのは知っている。だが俺の背がもう少し高く体つきもたくましくあれば、敵に突撃するとき俺の後ろ姿をよりはっきりと彼らは見ることができる。そうすれば陣形も乱れなくなるはずだ。俺がいる限り彼らは俺の後ろをついてきてくれる。あ、話がそれたな。訓練を続けよう。それで誰の真似をするつもりだ？何？敵襲か？そうだったのか。本当にファデューが来たのかと思った。いや違う。後ろを見ろ。俺の勘違いではない。お前がファデューのセリフを先に奪っただけみたいだ。武器を構えろ。まさかファデューを引き寄せてしまうとは。奴らに邪魔されたせいで先ほどまでの気持ちもだいぶ薄れてしまった。やはり奴らの真似をするのはやめておこう。何しろ奴らは渡辺島で悪事を働いたのだからな。他の方法はないか？ん？それって
早すぎでは？三五宮様はよく焦らず一歩ずつ進むべきだと言っていた。言っておくが、俺は別にビビってるわけじゃないぞ。ただまだ早いと思っているだけで。そうだな、恩に着る。いつまでも尻込みしていては俺らしくない。次の訓練こそが正念場だ。またここに戻ってくるとは。安心しろ、覚悟はできてる。俺は渡墨島の少領、抵抗軍の大将だ。これ式のことで臆することはない。さあ来い。この感じなんだか。違う、八重美子とは全く雰囲気が違った。お前の演技が悪いというわけではない。原因は別にある。今はふと気づいたんだ。俺が恐れてるのは彼女のあの意味深な笑みと人の心を見透かすような目なのかもしれない。あれを前にすると俺の秘密は隠れることもできず、余すことなく覗かれているかのような気になるんだ。だがお前は違う。俺はお前のことを信頼している。だから自らお前と秘密を共有したいと思っているんだ。たとえお前が彼女の話し方を意図的に真似ようとも、俺は恐れない。なぜなら俺たちは共に戦った仲間だからだ。俺たちの間に心の隔たりなど作る必要はない。はあ、でもそれって俺たちの訓練が失敗したってことだよな。悔しいことだが、俺は自分のこの弱い一面を受け入れなければならないということか。これからも俺はこの弱点と共に生きていく。考えただけで気が重くなってくる。何？甘いものを食べるのは久々だ。さあ行こう、ケーキを買いに。よし、あとはどこか静かな場所を探して。うまい。軍営の中ではそうめったに食べられるものじゃない。兵士たちにとってこれは贅沢な品だ。食料の供給が改善されても、甘味より肉や酒の方が優先される。だからケーキをご馳走してくれたこと感謝する。唯一心残りといえば、鳴神島の菓子は精巧すぎて思いっきり食べられないことだな。しかし三五宮様も言っていた。兵士たるもの、忍耐と自制が必要だと。いいのか？それじゃあ遠慮なく。